皆様おはようございます。バンド田中です。12月15日、寒風が吹く中、9月6日以来の中山観音参拝レポートでございます。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願い申し上げます。この季節、三度の秋にはね、これピラカンサーですかね。ピラカンサーの実がね、黄色、そして赤のピラカンサーの木が植わっております。さあ、一つ目のね、階段を上ってまいります。はい、階段をね、上がりきりました。正面にね、見事な五重の塔がね、そびえ立っておりますけどね。はい、左の方にね、手洗い場がありますんでね、そちらの方、見ていただきます。本当にご円球のね、見事な形の手洗い場でございます。はい、でしたらね、大本山中山寺、参道2つ目の階段を上がらせていただきます。
中山寺のね、もみじももうこの状態でね、過ぎゆく晩秋、初冬の風情が出ております。ハラハラと散るもみじ場でございます。五重の塔があります、眺望台から、右にねターンいたしますとね、まさにこう中山寺から見る高岡市内のね、街並みの様子でございます。冷たい風ですけど本当に空はね、晴れ渡りましてね、冬空澄み切った空でございます。こちらにね、弘法大師堂が安置されております。はい、今日はね、寒い中ですけどね、こちらから、2キロ約小1時間かかりますけどね、中山観音奥の院、薬神明が祀られてます奥の院のね、拝殿まで、歩いてみたいと思います。どうぞよろしくお付き合いください。
さあ、先ほどね、案内がありましたけどね、夫婦岩の地点までやってまいりました。17丁の石碑があります。ここにね、ありますように薬人廟のね、聖徳太子御納めたと書きましたね、建て札がありましてね、薬人廟の銅像があります。ここは特にね、険しい石段が続きますけどね、逆に非常にこうね、山道を登るには、絶景と言いましょうかね、険しい感じがそのままビデオに撮影できます。はい、こういうね、石段階段を上がり詰めていきます。はい、ようやくね、悪の院に続く、広い道路にやってまいりました。境内の片隅にね、小花がこうぎっしりついてるね、かわいい花がたくさんついてます。ここに名前載ってますね。時はガマズミですかね。時はガマズミでございます。境内のね、片隅にまだ文字がね、綺麗ですね。やっぱこんだけね、高台ですから文字がまだこのようにね、紅葉が綺麗です。
はい、それではね、中山寺奥の院の薬神廟のね、拝殿にね参拝したいと思います。綺麗な朱色のね拝殿でございます。左右にこう灯籠とね、狛犬ですかね、両サイドに、祀られております。はい、12月15日盆の田中の、中山観音、そして奥の院のね、参拝レポートを終わります。どうも最後までご視聴ありがとうございました。